はい、皆さんこんにちは。まあ、佐賀キャッツでございます。もうですね、1年近く前ですか、亡くなられた安倍さんはですね、生前よく台湾有事は日本有事というふうにおっしゃってたんですけども、亡くなられてからなんかぐっとですね、その台湾有事というのはですね、かなりですね、あるやんみたいな感じになってきましたね。安倍さんは非常に台湾と友好な方だったんで、台湾びいきなんで、そういうことをおっしゃってるのかななんていう、私はそう思っていたんですけども、もう安倍さん長らくね、それらしにされていたんで、僕らの知らないこともいっぱい知ってるはずなんですね。その彼が盛んにそうおっしゃってたんですから、やっぱりですね、真剣にその中国の習近平あたりは考えてるんだなというのが、想像は今となってはですね、そうなんやなと思いますね。それで時期がいろいろと、もう時期だけの問題というふうに言われてますけど、でいろんな記事を読んでますね。その時にですね、同時に朝鮮半島でもですね、有事が起こればですね、アメリカは二正面で対応できないんちゃうかというような記事も散見します。でそれをずっと私読んでいて、もういくつもいくつもそういう記事見たんですけど、なきゃねそんなんと、なんて言いますかね、北にね、そんなことする能力はなかろうしですね、国連軍がいるわけですよ。国連軍という名のアメリカ軍が朝鮮半島にもまだわずかとはいえいるわけでして、北が何か仕掛けたら当然、国連軍の名のもとにですね、わっと動くだろうというふうに思うんですけど、よう考えたらですね、中国の側からものを見るとね、自分たちがわっと台湾に行った時にですね、アメリカは邪魔しに来るわけでしょ。その邪魔しに来る力をね、少しでもね、削ぎたいと思う気持ちはあるでしょ、中国は。そうするとですね、三男坊にですね、お前ちょっと やれとか言うてですね、やらせる可能性はですね、ゼロではないんかなと。全面的にね、1950年の6月25日みたいなですね、そんなことはやらかさんと思うんですけども、なんせ特殊部隊2万人とか言われてますから、そいつらを一斉にですね、南に侵入させてですね、ソウルを混乱の渦に巻き込むみたいな、労働者が一斉蜂起したようなですね、形にしてですね、武装部隊をわーっと送り込むみたいな、それくらいのことはやらかすんちゃうんかなと。まあそうするとね、いざなんかバレた時にもですね、それは武装蜂起を手伝うたんやというぐらいにして、まあね、ちゃんちゃんでこうほっかむりして終わらせることも可能かもしれないでしょ。でそもそも南には勘違いしてる連中がいっぱいいるわけですよ。北はええ国やっつって、ムン・ジェインなんか、まるっきりそれですからね、あんな大統領を務めたような人間がですね、北に対して幻想を抱いてるんですよ。アホちゃうかと思うんですけど、そのアホちゃうかがいっぱいいるわけなんですよ。でそいつらがですね、一斉蜂起したという形にすればですね、武装部隊をやっと送り込んだところで、今のですね、お隣さんのですね、軍隊の打弱さから言えばですね、相当の混乱を生じさせて、あれですね、例えばアメリカはね、あ、やばいと思ってですね、その空母をですね、1戦隊ぐらいは常にその半島に出撃できるようにですね、日本海に一隻置いとかなあかんぐらい、ね、になるのかもわかりませんよね。まあそこまでせんでも基地航空戦力でなんとかなるんですけどね、朝鮮半島って。まあでもですね、ちょっとでも中国からするとですね、アメリカ軍の戦力を削ぎたいということを考えればですね、特殊部隊2万人分のね、弾薬とか武器とか、あるいはその装備類を提供するなんて、中国にとってはわけないことなんです。で、そいつらを半年なり1年なり訓練するっていうのはわけないことですね。で、それぐらいのことであれば、割合隠密裏にできるわけですよね。
そいつら密かにですね、中国にですね、来させてですね、国内で訓練をしてですね、装備を持ったままですね、送り返しちゃいけない話ですね。で、別にそれが成功するなんてことを考えずにいいわけですよ。1週間ぐらい大混乱に陥れてくれれば大成功なわけであって。かなり安上がりでしょ、中国からすると、そういうオペレーションは。かなり安上がりにできて、しかもそれが台湾成功の一助になるというふうに思えばですね、これはですね、ええやんということになるんで、当然、メニューに上がってくるんちゃうかと。んでですね、後で責任取られてもそんなん知らんって。それあのブーがやったんやんって。僕ら訓練に協力しただけやんとかって言うてられるでしょ。まあせやからですね、それはあり得るなと、いうことですね。で、だから、ですんで、そういう兆候が見られたらですね、いわゆるお隣さんが、じゃあ中国はですね、北朝鮮のに装備を与えているとかね、訓練を施しているとかね、人の行き来が多なったとかね、あるいはその侵入するためにはですね、飛行機が必要なわけです。飛行機あるいは船が必要なわけですね。あるいはトンネルが必要なわけですね。だからそういうところでちょっと変な動きあんでとかいうことになればですね、察知されると思います。全く隠密裏に用意ドンまで、ドカンという X デーまで全く察知されないということはありえないと思います。多分最低でも数千人の人間を送り込むでしょうから、なんでそれはあり得るでしょうね。で、自分たちは台湾にガツンと行ってですね、アメリカ軍を寄せ付けないうちにですね、オペレーションを成功させてしまうという、まあ同時に来られたらアメリカも、まあとりあえずは混乱するでしょう。なんでそれはあり得るかなって。あとですね、その位置関係から見たらね、宮古島とかね、あの辺を予防占領とかっていうのもあり得るのかなという気がしますね。そういうはそこでね、そこに基地を作られてね、うようよする中央艦隊にちょっかい出されたらたまらんわけですよ、位置的に見て。宮古島とかあの辺っていうのは、八重山群島ですか、あの辺ってちょっとたまらんわけですよ。たまらん位置にあるわけですよ。まあ、尖閣もそうですけど。だから、あれ、奴らからすると、とりあえず無力化するために占領しただけで、侵略の意思がないって終わったら返すとかっていうようなこともあり得るんかな。で、その日本政府の出方によっては返さへんとかね。あいつらそういうことをすぐ考えそうでしょ。台湾作戦ってね、台湾軍次第なところがあるんですけど、最近いろんな情報を集めてるとね、どうも台湾軍頼れないんですよね。君ら本当にウクライナ軍みたいに頑張ってくれんのみたいな、なんか心もとない感じがするんですよ。それで彼らの中には自分たちが中国人やと思ってる本省人とかいるわけでしょ。だからですね、うわ大丈夫かなこいつらって、もともとだから国府軍の末裔なわけですよ。大丈夫かなという案外だからあれですよ、作戦はあっという間に成功するかもしれないわけですね。まあこれはですね、来年1月だったかな、選挙でですね、多分民進党の大総統が選出されたらですね、可能性がぐっと高まってですね、緊張感がわーっとですね、こう強まっていくと思いますけども、まあまあとりあえずは選挙をですね、まあその選挙についてはまた後で別の動画で言いたいと思うんですけど、この あと半年、半年で7ヶ月ですか、これはですね、ものすごいこう台湾をめぐるですね、緊張が高まるシーズンになるんちゃうんかなという気がします。で、ですね、このデイリー新潮に、韓国は中国から独立できるのか、
米韓同盟を対北限定に定めたユン・ソンニョルというのがありまして、これまあ読んでますとですね、米韓同盟は弱まってですね、もし北が攻めてきたら通常兵器の場合は韓国軍が対処するんやでっていうようなことを実は決めたんやというような内容がございまして、これなかなか面白いんでですね、これ貼っときますんで、皆さんぜひ読んでください。はい、皆さんどうもありがとうございました。